低温殺菌牛乳とは、牛乳のうち低温殺菌処理をしたものである。タンパク質、ビタミン類、カルシウム、不均一な脂肪分などの栄養などの成分が豊富に含まれる。コロイドのチンダル現象の例として引用されるが、大概は、ホモジナイズドされた超高温殺菌牛乳を使用したものと思われる。ノンホモジナイズドパスチャライズド牛乳であっても、 チンダル現象が見られるか否かは定かではないものの、おそらく見られるものと推測される。ノンホモジナイズドの低温殺菌牛乳を注ぐと、表面に不均一な脂肪分が広がる。見た目は悪いが、本来牛乳の持つ味の源である。長時間放置しておくと、脂肪球が凝集して上部にクリームの層ができる。コーヒークリーム等に用いることができる。 ノンホモジナイズドとは、脂肪球を高圧力にて均一化処理しないという意味である。脂肪球を均一化することにより、タンパク質の変性が生じ、味が落ちる。無調整のため季節による脂肪分の変動が激しい。冬場は脂肪分が多いため、濃厚で甘みのある風味がするものの、夏場は脂肪分が比較的少ないので、さっぱりとした味になる。 搾乳前の牛を水洗い、拭き取り等の処置を施した上、搾乳機や貯蔵造内までを含めた生産設備全体を無菌に保ち、加熱殺菌を全くしない無殺菌牛乳がある。これを特別牛乳という。低温殺菌牛乳も加熱殺菌をする点を除いては同様の工程で搾乳される。ありがとうございます。